では次に銃弾図の操作を覚えます。銃弾図を起動してください。まず冠名を入力します。ナンバーと標準で入力されています。これは数値を入力し側転と判断した場合に限り、ここで入力した冠名がつきます。例えば1と入力するとナンバー1となります。ですから冠名に P と入力しますと、1と入力すると P1 と変換され、2プラス10と入力すると P2 プラス10と変換されます。今回はとりあえずナンバーとしておきましょう。路線開始点ですが BP が入力されていますが、通常は設計書に記載されている測点です。工事起点がナンバー117の場合もあるかと思います。路線起点から工事起点までの追加距離は、上記のナンバー117の場合、測点間距離を20メートルとすると2340メートルと入力することになります。次は測点間距離です。測点間距離は先ほど20メートルと言いましたが、50メートル測点の場合は50メートルと入力します。標準横断勾配と標準幅員はあくまで直線部の情報を入力してください。カーブ中の情報ではありません。よければ OK を押してください。すると画面が変わり、銃弾入力の画面に移ります。もう一度基本情報を入力したい場合は、こちらの環境設定、路線情報に入っています。では銃弾図を作成してみましょう。マウスの先に黄色いマークがプリントしています。入力したい行をクリックすることで入力画面に移行します。ではまず測点をクリックしてください。